残業をしすぎると逆に効果が下がっちゃうんだよ。じゃあ今日はあなたも残業時間をもう今日から減らすことができる3つの方法を紹介したいと思います。1つ目は仕事で一番大切なことにフォーカスすること。2つ目は80-20の法則、いわゆるパレートの法則を使うことで、3つ目に一番大切なことを午前中に終わらせるっていうことなんだよね。1つ目の一番大切なことにフォーカスすることっていうのは、ギャリー・ケラーっていう人、アメリカで一番大きい不動産会社を作った人が書いた本に書いてあって、で彼はこの一番大切なことにフォーカスするっていう方法を使って年間4億円しか上がってなかった会社が今もう米国のナンバーワンの不動産会社になったのね。彼はもうやむしゃら残業するとか、もうみんなに怒って厳しくするとか、いろんな方法をやったんだけど伸びなかったんだよ、ね、でこの、いやじゃあもういいや、もうみんな一番大切なこと、一日に一つだけ一番大切なことにフォーカスしてくれって言って、そしたらなんともうぐん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 って伸びて、もう本当に今アメリカの頂点に立つ不動産会社のオーナーなんだよね。で彼が言っているのは The one thing、 もう一つのこと、一日一つの一番大切なことにフォーカスしてくださいっていうことなので、あなたは今仕事で一番大切なことって分かりますか？会社で A から Z まで仕事があると思うんだけど、この中で一番大切な仕事って分かりますか？でなぜあなたのポジションにその一番大切なことがあって、会社側からするとこのポジションでなぜこれが一番大切なのか、このポジションに一番大切に求めているものは何かって分かりますか、ね、だから言われることだけをもう本当に A から Z、 学校の宿題みたいに全部やるんじゃなくて、もう会社が一番してもらいたいことで、これはもちろん月によったり週によって日にちもよって変わるけれども、その時に自分のポジションで一番ニーズがあって大切なことはこれだっていうことをやるのね。さらにもっと深く考えて、会社の目的は何か、会社で今一番大切なことは何かっていうことも考えられるようになると、自分のキャリアは上がっていくんだよね。で会社のことだけを考えちゃったらそれも本当は良くないんだよね。自分にとっても一番大切なことをやらないといけないので、ベストは会社のニーズと会社が一番大切なことと自分が一番大切なことがその仕事だったら、もうすっごいコンビネーションなんだよね、うん、で例えば私はジムのマネージャーをしてたのね。で赤坂でジムを立ち上げる時からマネージャーの仕事をやっていて、で本当にうまくいってたの。3ヶ月で会員さん150名とか入ってきたり、もう2年間以内で3店舗目で、もう3店舗は上海とかに出してるわけよね。ですっごいうまくいってるんだけど、その時僕は今一番大切なことは日本でこれから働くサラリーマンの人たちを応援したい、でもっと日本で楽に楽しく働いてもらいたい、それをやりたい。でその時に一番大切なことはジムのマネージャーをするんじゃなくてスポンサーを見つけて僕の企業を立ち上げることだったのね。だから会社が求めているあなたのポジションで一番大切なことを知ることで、それをするでプラス自分で一番大切なことをすること、これをやっていると残業時間が減ります。なぜかというと一番大切なことをやってるんだもんね。Alright. 2つ目は80-20の法則、ね、パレートの法則。 Alright. 2つ目は80-20の法則、ね、パレートの法則。ウィルフレッド・パレートさんはイタリアの経済学者で、1848年に生まれて1923年に亡くなった方です。法則っていうんだけど、まあ、